こんばんは。前回の続きやっていきます。まずガチャしましょうかね。無料があって、これ9時間に1回ぐらい無料だったかな。それと右側のやつは10連すると S 以上確定ですね。 S はね、 SS-S+Eのかな、あ、ありますね。リアリティ、まず無料からやりましょう。 OK。 画面右下いっぱいみたい。売却いらない選手はまず売却して、違う、いらない。もうね、結構 S、このゲーム結構 S 出やすいので、まあ、S で固めたいですよね、デッキは。トップクラブ選手が膨らむ、あ、本当？どうしよう。まあ、いっか。多分、イベントがあるんですよ。で、その選手を入れとくと、なんかね、チームの総合力上がるんですよね。多分そういうやつだったと思う。ガチャしよう。これはあんまりいいのは出ないかもしれない。もう一個の10連の方が期待値が高い。いいね。お、日本の選手じゃん。原口似てねー。原口元気、似てねー。あ、だよね。じゃあどうしよう。フォワード出るか。曜日で分かれてますね。フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダーっていう風に。ディフェンダーが欲しいんですけどね。だからディフェンダーを狙うんだったら水曜日、土曜日、日曜日。フォワードだったら、月曜、木曜、日曜。あ、日曜日はとりあえず全部なんだね。10連しよう。ほい。はい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 。うわー、どうしよう。まあ、S は欲しいね。S の選手を契約しようかな。お、アンロックされましたね。ツアーがアンロック。ツアーでは選手を世界各地に送り、他のプレイヤーに挑戦したり、挑戦を受けたりできる大量のトレーニングアイテム。あ、いいね。これレベル上げに使えるのかな。あ、ここなんだ。ツアーマッチ。時間こっちなんだ。あ、これもやんないといけない感じなのかな。世界各地で試合している他のプレイヤーに挑戦できるか。相手の戦、うわ、勝てないよ、これ。1、10、100、5万もあるわ。無理です。はい。ツアークエストってのがある。はい。とりあえず、無理ですね。勝てそうな人が1人。星の数は要求されるレベルの高さ。試合評定を高めることで、派遣回数、あ、派遣ね。OK。これは他のゲームであるやつだ。出せばいいだけね。派遣勝者。こういうことね。 OK。 こういうことね。 OK。 いいね。1、ちょっと2は難しかったかもしれない。1があるから1をやっておけばよかったね。こうやってアイテム持って帰ってくるんだ。出しておけば。で、今の30分ぐらいかな。30分で戻ってくるってことみたいですね。いいね。ちょっとね、このサッカーとは違うジャンルですけど、まあ、シミュレーションゲームで結構ありますね。まあ、武将とかを派遣してアイテムを持ってこう、取って帰ってくるみたいなのはあるんで、
そういうやつですね。はい。ああ、はい。テクニックが。あ、トレーニングセンターまた作る。はい。全然ここら辺持ってないな。なるほど、選手をセットしてる。トレーニングする。ここら辺でいいかな。じゃあ、開始。もう一人できるかな。あ、あ、見とかないといけない。放置はできないのか。あー、ここに所要時間が出てる。あと1分48。放置じゃないんだね。すぐに完了っていうのもあるけど。アイテムも何か使ったんだね。あ、プランとかもできるんだ。なるほど。どういう風にするかね。回収して、戻れないかなと。オッケー。放置な感じになってるのかな。ここ入っていけるかな。うん、やってる。オッケー。あ、放置できる。このなんか、車の音は、ゲームの中の音ですね。この多分走ってる街のこの音だと思う。なるほどね。アイテムもないんでリーグマッチ進めていこうかな。あ、うん、これでいいかな。こっちをやっていこう。試合をどんどん。今ね、ポルトガルリーグ、これ最初の方ですね。ちょっとね、自分はね、かなり遅れてる。まあ早い人はもう戦力かなり、かなり自分が初めてすぐYouTube にコメントもらった人はもうね、戦力は20万いってるって書いてあったんで、もうまだ1万6000ぐらいしかないから、だいぶゆっくりやってる。あ、これか、1万2000しかないんで、だいぶ遅れてる。これ関係ないね、まだ。アイテムがあって、まあ、こういうのどんどん貯めていくしかないみたいな。あ、こっちからか。OK。勝てそう。7800。これが対戦チームの強、あの、選手ですね。スキップもできるみたいなんですけどね。画面右下。これはいけると思うんだけどね。これが自分ですね。南のまだ残ってる。これが前で。キックオフ。試合がスタートです。これ普通のサッカーの試合と同じように見れるんで、見やすいですよ。見事なスルーパス。いけーい。あ、もういきなり冷静じゃん。右サイドからのクロス。シュート。いや、変えようか。相手チームのディフェンスは本当にうまいですね。首を振って、いい。ヘディングシュート。あと時間の流れが早い、このゲーム。裏を狙っている。いける。シュート。うわ。仲間にボールを回すゴールキーパー。先日はね、結構頻繁に変えてますね。スローインでボールを入れて。それが正解なのかどうかちょっと分かんないけど、で、画面の下に出るんです。今、抜群になってるし。ボールを右サイドにパス。やっぱりね、劣勢とかね、不良とか出たらね、変えたくなる。うわ、これでもだいぶ早いんだけど、まだね、スピード上げれるみたいですよ。後方のチームメイトにボールを。画面の右下に速度があるじゃないですか。これで。強烈なシュート。今のはいけたよね。キーパーの勢いが凄まじいですね。よし、いいね。6点。6点は似てるかもしれない。左サイドからのクロス。いや、ロングシュートで狙ってきた。すごい、今見事なシュートでした。あっという間。これもっと早くできるってすごいよね。今度はね、右から左に攻めます。見事なスルーパス。上げろ。左サイドから。あ、また劣勢になってるわ。近距離のシュート。彼の初ゴールです。素晴らしいゴールでしたね。変えるか、先にクールタイムがあるんですよね。変えたら、あのね、このマークが消えたらいいんだと思うんです。ここ今びっくりマーク出てるじゃないですか。ここで監督が戦術調整の指示を出しました。で、今縦のこのマークが画面真ん中の下、
ちょっと色が黒くなって、黒っぽくなってるじゃないですか。これがこう、だんだん上に上がっていって、この色になると、次またでき、ほら、上がっていってますよね。そしたらまた戦術を変えれるみたいな。思い切ってシュートです。ちょっと攻撃も変えるか。選手も変えたいね。残りがあと25分ぐらいです。ゲーム内時間ね。画面の左上の方に県 FC って出てて、その右の方に今時間が。いいチャンス。OK。打って。強烈なゴールですね。これね、試合が終わったら経験値ももらえるんですよね。躍動感を示しました。だから選手も交代した方がいいと。残り、そうね、20分。3人いっぺんに変えるか。ここでお任せにして。監督から選手交代の指示が出ました。まだ変わってないんですよ。中からチャンスを作る。ウィー。OK、変わった今。スローインでボールを入れます。スタミナ、ここで回復することもできるんですよね、選手。このアイテムを使って今減ってるでしょ、今。この緑の、顔のアイコンの下の緑のバー。これがスタミナですね。でもまあ、このままいこう。ウィークレだったら今はチャンス。選手交代シュートせず、素晴らしいシュート能力はフォワード陣には欠かせないですね。ですね、オッケー、勝った。いいね。じゃんじゃんやりましょう。次これね、8000だ。相手が勝てると思う。あ、今、選手のスタミナが今回復しました。いや、面白いですね。やっぱハマる。試合開始のホイッスルが鳴りました。自分で実際に動かさなくていいので、いいです。しかも、ロングパスでボールをチームメイトに。リアルだから面白い。見事なスルーパス。シュート、強力なロングシュートを打った。見事なシュートでした。いいよ。いや、早くこうアイテム手に入れてスルーパスで狙っている。レベルも上げたいですね。右サイドからのクロスが来た。いいチャンス。打ってボールが入った。入りました。ずば抜けている嗅覚ですね。このなんだろう、ずっと前回の動画ぐらいからあのなんかウィーフィットじゃないけどヨガみたいなポーズするんですけど、ボールを見事に奪った。オッケー。あ、攻撃は劣勢になってんだ。これででもいいかな。これはいいや、変えちゃおう。監督は戦術を調整することで、いや、そういえばまだあれだな、レジェンドカードみたいなのないな。これはマラドーナとか、ボールを右サイドにとかレジェンドがいるんですよ。右サイドからのクロス、デッケンバーワー。うまい、決まった。そういうのがまだ出てないな。ディフェンスのミス対応でゴールキーパーはどうしようもないですね。まだわかんないけど、南野も S だから、もう一度ボールを出す。あの将来的には使えなくなるんだけど、ウィーコレはね、最初から日本人選手使えなかったんですよね。見事なスルーパス。だからゲームだから、しかもね、ゴールキックです。日本でリリースするんだったら日本の選手ちょっと能力高めてもいいと思うんですけど、使えなかったら面白くない。相手ディフェンスを見事にかわした。ミドルフィールドからのクロス、シュート。ゴールキーパーはよく防ぎました。首を振ってヘディングシュート。ナイスキーパー。まるで高い壁のようでした。このパスカットはお見事です。レシーバー選手の余計な動きが多すぎます。前半終わりました。引き続き後半戦が始まりました。右から左ですね、今度は。アウェープラス600なんか今出てた。リューディガー。ディフェンスがちょっと今不良になってます。変えようか。スルーパス。あ、こっちなんだ。監督の新しい戦術はいい流れを生かしてくれるでしょうか。あのリプレイがないんですよ。鮮やかなオフェンスを見せてくれました。今のもっとこう、あのこそこはウィーコレの方がいいかも。ウィーコレはリプレイで見れるんで、しかもその
なんだろう、大きくなったりしますね、表示が。見事な突破。左サイドからの高いボール。ない。いいよ。あの、オフェンスもディフェンスも今抜群になってる。画面の真ん中下ですね。危ない。強力なヘディングシュート。ゴール。いい展開を見せました。1点目です。あと27分ぐらいですね、ゲーム内時間。絶好のチャンスです。残り20分ぐらいで変えようかな。左サイドからワンタッチでコースが来た。変えよう。ここで攻守のリズムを素早く作り出せる選手、まさかの万能選手です。本当は1人ずつぐらい変えたいんだけど、もう一気に変えれるだけ変えちゃおう。何人いくのかな。2人コースね。ここでメンバーチェンジがあります。試合の流れを変えるでしょうか。このメンバーチェンジもクールタイム、ね、見事なパスカット。ほら今上に上がっていってるでしょ。ここ変えれない。ヘディングシュート。ゴールキーパーはボールを確実に収めた。3人まで変えれるんだから、それはなしにしてほしいな。ロングシュート。オッケー。見事なスルーパス。上げろ。左サイドからのクロス。うわ、いいよ今の。シュート打つ。おお、かっこいい。これもう一回見たいのに見れない。勝ったな。しかも選手交代できない。出したいの。ボールを奪った。あ、終わった。三人出せてない。出したら経験値もらえるんだけど、多分一人ないんじゃないかな。ほら、ここ空なってる。あー、もったいない。次も行きましょう。お、いける。8100。あとね、6勝で、選手、この選手もらえる。いけるな。しかも弱いな、相手、かなり。この戦力は結構8000で高いんだけど、このレアリティが低い。この C プラスとか D とかあるじゃないですか。これがね、キックオフです。例えば C が B になったりとか、B が A になったりとかしていけばね、いや、わかんないけど、あればまた面白いと思うんですけどね。D の選手は S まで育成するから、ね。見事なボールコントロール。いいチャンス。打ってる。ナイスね、育成の楽しみもできるんだけど、それは今のところ、シュートで狙った。そうなんですよね。見事なシュートでした。そしたら南野も今 S だけど、左サイドから S クラスまでできる。危ない。面白いと思うんだけど、ディフェンスはちょっと強まってるな。入ろうか。混乱してるね。変わりゆく状況に対して監督は自分なりの判断と対応を取りました。出すよ。すごいパス。お、出た。いける。打て。今はチャンス。シュート。ゴール。彼の初ゴールです。素晴らしいゴールでしたね。ボールを簡単に奪った。出す。あ、右サイドにボールを回す。上げろ。うわ、ワンタッチでスルーパス。右サイドからワンタッチでクロス。うわ、シュート。引き続き後半戦が始まりました。60分ぐらいで1人変えて、ユディがで最後2枚変えた。よし、かわして、見事なスルーパス。いける。ジャンプしてヘディングシュート。見事なゴールです。強烈なヘディングシュートでネットを揺らした。いいよ。監督は戦術を変えました。ね、疲れてる選手変えた。まあでもそうでもないのかな。あ、最いいみたい。変えなくて。
相手のディフェンスを突破した。いやスローインです。これまた選手交代お任せ。あ、最適化されてるとなるな。変えなくていいんだ。ユディが右サイドにボールを回す。スルーパスで狙っている。右サイドからワンタッチでクロス。ナイスボール。素晴らしい。冷酷なゴールマシンのようです。流れるような攻撃サッカーで3ゴールを収めました。じゃあ選手結構あれだな、70分ぐらいまでは最初のスタメンでいけるんですか。このロングパスは外れてしまいましたね。変えたいんだけど。上げろ。いや、ここで変えよう。何？あ、3人変えた。3枚。ロングスロー。まだ出てないですね、選手は。いけるよ、おい。見事なスルーパス。チャンスです。おお、すごい。なんだろう。本当に攻めがいろいろ多彩なんで面白い。ゲームでね結構あるじゃないですか。右サイドから仕掛けていくみたいな。それがなんかこういろんなセットプレーです。ね、得点のパターンもあるし面白いな。うまいドリブル、ワンタッチで見事な縦パス。勝った。しかもこう早いんですよ、時間がね、流れが。次も行っちゃいますかね。行けそう。お、強いよ。これは強い相手。ね、戦力的にはね8300だけど全部 S、 A と S になってるから強い。これは強いんじゃないかい？レフリーのホイッスルで試合が始まりました。ユディが右サイドから仕掛けていく。 OK、 いいよ、上げろ。見事なスルーパスです。右サイドからのクロス。あ、惜しい。ナイスセーブ。強烈なヘディングシュート。うまい。いや、今ファールなんだ。この裏を狙って実況がなんかねシュート。ポストとすれ違った。時々ちょっと遅れる時がありますね。レシーバー見事なスルーパス。左サイドからワンタッチでクロスが来た。強烈なシュート。近いよ、相手強い、かなり。左からドリブルで入る。でも右から攻めてるな。あ、まだそうか、配備中だからね。右サイドからのクロスが来た。まだな。決まった。不良だから変えたのに右から攻めたよ。左から攻めろっていう風になってたけど、先日は。前半戦終了まであと10分です。お、左になった。でドリブルで行くんだよね多分。見事なスライディング。 OK、 エムバペ。これは疲れてんじゃないな、選手。スタミナ確認した方がいい。まだまだ全然70分近くまではなんかいけそうなんで、そこから変えよう。ほら、ドリブル。シュート。OK。ゴールキーパーの手が届きませんでした。すごいね。エムバペ。いけそう。見事なパスカット。いくわ。相手ディフェンスを見事にかわした。上げろ。スローインです。ディマリア、相手ディフェンスを見事にかわした。スローインです。奪った。チャンスにつなげていきます。危ない。上げろ。相手ディフェンスを見事にかわした。シュート。いいよ、これ太陽選手。冷酷なゴールマシンのようです。
流れるような攻撃サッカーで3ゴールを収めました。15分ぐらいだからね、2人か。監督は選手交代で局面を打開しようとしていますね。ベッラッティ、ワンタッチで見事な縦パス。うわ、相手も相手のカウンターをよ、これ自動で設定できないのかな、選手交代70分で1人勝った、 OK。 いや、いいですね、面白い。こういうところで報酬もらうんでしょうね、あのアイテム強化系のやつね。プロテイン、選手のフィジカルか。こっちはこれはあれだね、ガチャだね。こっちはゴールキーパー選手がレベル2、あ、なるほど、限界突破のアイテムだ。いる、ここのね、リーグ戦やっていかないといけないですね。あのアイテムね、次このまた合宿でもらわないとね、強化、あ、星はあるわ、ガチャのやつだね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。